はい、あ、ほんますか、あざーす。2種類をつけるらしいですね。この前の静岡、あ、違う違う、福岡でイカ食ったんですけど、イカを選びました。はい、なんハケなんすか。あ、そうか、うん、え、ノバチブラケン、うん、はい、はい、ありがとうございます。これは2種類をつけるといいらしいですね、ブレンド。箸もらっていいですか。すいません、ありがとうございます。すいません。いやー、お好み焼き久しぶりやな。おお、うまっ。うまっ、ね、うまいな。状況なのかなという感じも受けますね。お前さん、予防着陸っていう言葉
してもこの住宅地に着陸しようというところはこれは通常ですね、あの民家がないところ、もっと広い、例えばあの観光の中で、ね、あの沖縄でありますけども、例えば全て海岸とかですね、あのないところをこう選んで着陸しますと、そういうことからしても多分最初防衛省が把握した状況とは多分違うのかなと思いますね。はい、住宅地に今日疲れましたか？疲れた。ですね。周りの畑が広がってる部分もあの地図で確認するとありますけど、もしかしたらそこを目指していたのかもしれないですけど、今これだけ煙が出ていますし、こういった状況の映像から判断した昨日の夜ね。場合ですと疲れました。昨日の夜マジパンキーだったからね。今回に被害が及んでいますから、今陸上部隊は救難作業を急いでいるということですが、あのヘリコプターについて私もあまり分からなかったので先ほど調べたんですが、この墜落した可能性のあるヘリコプターというのは対戦車ヘリコプター、つまり高い戦闘能力を持ちということで、日本では各国でも導入されているというものなんですね。そうですね、はい、かなり戦闘能力の高いヘリコプターですね。この神埼市の住宅街に自衛隊のヘリコプターが墜落炎上しました。これも墜落といって差し支えないんだろうと思います。墜落したのは陸上自衛隊のメタワル駐屯地に所属するヘリコプター AH-64です。この上空を東から西の方向に飛行中、通信が取れなくなったと今僕感じていることがあるって今井さん、あの通信が取れなくなったことになりますおそらく何らかですね、飛行中に機体のトラブルが生じて、はい、既にその段階で機体が制御不能になったというふうに思われますね。これ今の私のドエイトの情報ですけれども、機種の方から落下という状況になっていますので、これはもう情報としては正確です、はい、住宅2棟が燃えています。先ほど CG でご覧いただきました保育園なども近くにある場所です。市民、住民の方が怪我をしているという情報は今のところ神埼市によりますと入ってきていないようです。ヘリコプターの乗組員2人が負傷しているということです。現場の映像そして情報また更新され次第お伝えしていきます。さて続いてはお天気です。今日も全国的に厳しい寒さとなりました。厳しい寒さに加え猛威を振るっているのがインフルエンザです。患者数は過去最多を更新しました。昨日の2月4日は立春日。ノルウェーでは春となりましたが、春とは名ばかり厳しい寒さが続いています。時刻は午前8時半です。金沢市内雪が強く降り続いています。道路の積雪もかなり深くなってきました。金沢市では昨日から雪が降り始め、今日午前11時時点で26センチの積雪を観測。平年の2倍近くの積雪に地元の人は雪かきに追われました。今日3回目非常に強い寒気が流れ込んでいる影響で、北日本から北陸で大雪となった今日。北方松江城も真っ白です。松江市の積雪はおよそ30センチぐらい、私の爪のあたりまで来ています。松江城もご覧の通り、真っ白に雪化粧です。道路標識など、至る所に雪が積もり、信号機は吹きつけた雪で見えにくい状態となっています。大雪となった広島県では雪にハンドルを取られ道路脇の溝にはまってしまった車の救出劇が行われました。厳しい冷え込みとなっている日本列島。この寒さ
在する無数の物体。実はこれ、浜に打ち上げられた大量のイワシです。寒さが厳しかった先